こんにちは、ゆうです。バズナのお時間です。そして今日お誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日無課金サブサブ高長老やっていきたいと思います。はい、今日やっていくのはですね、タイトルとサムネ見てもらったかのように、6月のクエストダンジョン、レベル13やっていきたいと思います。そのクエストのね、挑む前にね、確かにね、アカウント名は長老なんですよ、このアカウント。でも、その今日ね、動画視聴ガチャ、回そうと思ったら、広告、見させていただいたんですよ。流れてきたのが、ある高級介護施設、65歳から以上から入れますと。アカウントが長老なだけなんよ。名が。アカウント名が長老なだけなんよ。僕は別にどっかの長老でもないし、まだピチピチギャルカテゴリーやし、はい、そこのとこね、ちょっともうバズワさん、はい、ちょっと広告もうちょっと選んでくださると嬉しいです。パズワもうね、65歳以上のパズル力だけなんで、はい、それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね、この前引き当てたロイドさんとヨルさん使っていきたいと思います。はい。ご紹介しましょう。リーダーのロイドさんにリラチェン耐性、スキルチェーン2つ、カイバ武器つけてます。はい、こちら、ハロウィンチャグル。ハロウィンチャグルに完全クライム耐性、スキルチェーン4つ。で、転野者のコード、ゴッドフラミンゴ武器つけてます。で、サギリに直角性浮遊中。で、潜在が無効貫通。ちょっとキラか悩んだ、悩んだんですけど。はい。言えてないけどね。で、甘味武器つけてます。甘小積武器つけてます。で、こちらが超天性は交換素材。はい、ハーデスドラゴンになりましたね。はい、ごめんなさいね。ハーデスドラゴンさん。はい。で、直角性回復 L 字。で、スキルブーストプラスプラスプラス。で、ディストラクションはいい。甘味武器つけてます。こちらが甘味ですね。で、こちらが、荒々木小読みくん。はい、スキル、直角性スキルプラス。で、ドラゴンキラーに無効貫通。こちら、ヨルさんですね。ヨルさんに、スキルチェーン2つ、体力キラー3つですね。ここのね、ボスのライジンさんが、体力タイプなんですよね。体力タイプが入ってて、ヨルさんのつけれるキラーで、ライジンさんにぶっ刺さるのが、体力キラーしかなかったんですよね。はい。で、あとは、恥ずかしくて、ダメ、バラの花とは、フェスゲンちゃう、スパイファミリーのサイリア武器の、兄弟みたいなやつですね。はい。で、バチャ HP プラスです。はい。ちょっと負けたんでね、スタミナ回復してきました。で、ちょっともう、やりやすい体勢でやっていきたいと思います。こんな座り方ね。はい。6月クエスト13、もう何回負けたか分かんないんで、今日はまだ1回しか負けてないんですけど、はい。いや、2回かな。ごめん、持った。はい。これは俺を食らった6月ダンジョンのクエストか。6月ダンジョンって何やねん。成功よし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 。撮れてるよね。オッケーオッケー。よかった。ちょっと不安なんのね、たまに。録画ミスとか忘れるからさ、この前も生放送間違えてしちゃったしね。で、まずハーデスドラゴン使っていきたいと思います。ハーデスドラゴンがね、自動回復になるんですよ、進化後スキルが。で、こうヘイストかけちゃって、もう、はい、オッケー。で、まだ使わんと。ここはもう安全に、全然縦でいけるから、ただね、ロイドさんのね、欠点というか、まあ僕の欠点なんですけど、これ、7、6番面がめちゃくちゃ苦手でございます。そこは好きよ。そういうとこ好き。うん、ごこげしの落ち込んとか大歓迎なんよ、もう。オッケー。んで、はい。消せないのが火か。火じゃん。もう使っちゃおうか、これ。アマテラス。オッケー。よーし。で、ちょっと夜さんももう使っちゃおう。もう止めちゃってください。遠慮なく止めちゃってください。もう僕も、恨みがあります。トゥルドゥーン。トゥ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 ルーン。ごめん。今なんかちょっと、仕事に思い出してた。必殺仕事に。よしよしよし。OK。いや、もうこういうとこは76好きなんよね。めちゃくちゃ。ヨルさん、カンスト、裏表カンスト、頼もしい。サンフラ ?OK。ここであれか。攻撃力下げられるんやったっけ。ガバリン、いや、そうやんね。じゃ、ここで、ロイドさん使って、で、ハーデスドラゴン使って、ここから自動回復力オン。はい。僕、これ気づいちゃったんよ。
こうしたら、この組み方の方が僕合ってるわ。T の組み方。はい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 。で、落としで、ギュン。おぉ、なんどうなった今。ギュンってなってるよ。よっしゃ、オッケー。何のエフェクトですか、今の。はいはい、まだ出てこない。ちょっと先に、あとにちょっと、オッケーオッケー、よいよい。はいはいはい。ハイドロスネイ。え、ちょっと待って、ここ何フロア ?4 フロアか。ちょ、諦めへんって。4フロアか。いやー、ちょ、ここで先に使いたくなかったんですよね、ほんま。ちょ、使わんとしゃあないから。はい。ちょ、多少時間かけてもええかな、ここは。ちょ、ギャウギャウ言うてくる人がね、耐えれない可能性が、若干なきにしもあらずなんで、で一応倒した時用に回復エルジも組んで、今チャクルまだね溜まってないんでオンにしといて、オッケーオッケー、それな、それない、それない、それない、んーで、はい、はい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 、いや、絶妙にごこげしできてないけど。いや、ちょ、欲張った。欲張りさん、欲張りさん。これ、なんもごこげし決まってないね。ね?全然火力出てない。オッケー。ああ、それは。あ、全然大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。それは全然大丈夫ない。つうかね、ハーデスドラゴンの自動回復ループさえ決まれば、全然問題ないんで、なんならもうちょっとだけ耐えてもいいかな。OKOK。おおおお、ごっこげしの落ち込むめっちゃくるやん。ちょ、やめて、ギリギリ、ギリギリはやめてよ。よし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 。もう一旦耐える、いや、一旦は耐えれるんよね。一旦目は耐えれるんよ。はいはいはい。そのここまで来たらあれでしょ。なんか特殊消し、死んでてもいけるでしょ、多分。いや、ちょっと待って。闇ないやん。闇がないのは、あかんやろ。行ってきて。ナイス。え、削れんの?え?よかった。びっくりするやん。色変わるときはもう、発狂って思ってるからさ、こっちも。さすがに、いや、ちょっと待って。さっきまで全然あかんかった。お話になりませんわって言われたんで。お話になりませんわ言われたんで。これでどうかな。ちょっと待って、全然ごこげしできてへん。やめてよ。ほんま、行ってよ。オッケー。はい、ここでキングルビー。ルビーとアクアが、なんとかやね。よし、ハードエスドラゴン決めちゃって。はいはいはい。よし、で、回復エルジもね、ちょっと軽減倍率漏れるんで、ちょっと待って、こうして。ごめん、なんか、今、推しの子の歌詞全然見捨てたと思う、自分。よーし、OK。耐えてよ、耐えてよ。キングルビーの輝き耐えてよ。おっしゃ、余裕やん。余裕なんかい。で、ここは、T やろ。で、T どうやって組みたい?あ、もう L 字でいいわ。もうええわ。はい。はい。いや、ちょっと待って。やばいこれ。あ、オッケーオッケー。耐えれるのは分かってるから、全然大丈夫大丈夫。よしよし。はい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 。はいはい。はい。はいはいはい。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 しか言ってん。
イエスマンかい。こんだけっていけるでしょ。さすがのルビーちゃんも。ルビーちゃん今日アイドルデビューの話だね。トゥ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 。よしよし。ね、ここちょっとね、3ターンでしょ。いや、ええんか別に、ええんか別に。よし。うーんなね。あ、そうだ、熟成って言ってもた。ロイドさん使って、で、ヨルさん使って、でもサギリも使っちゃおうか、コンボ。よし。はい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 。だから、はいしか言ってへんのに。はいしか言ってへん。いや、ごこげし少ねえなぁ。よかった、でもこれ組んどいて。よしよしよし。はい、テープは効かない。よーしよしよし。ちょっと闇少ないからもう、荒垣くん使っちゃおう。土下座してもらおう。はいはいはい。で、ここで、こうして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 。もういらんことしんどこ。オッケーオッケー。なんか今多分、大げし振ってきましたよね。オッケー。はい。ちょっとここ、軽減だけにしようか。軽減だけにしようか。軽減貼るだけにしようか。軽減貼るだけにしようか。変に削りそうで怖いよね。よしよし。で、ロイド3型3ターンか。いや、ちょっと待って、夜さんが。使っちゃうのしゃないな。これもったいないよな。OKOK。んで、あ、回復の L。組める？組めそう、回復の L。組めへん。組めへんなぁ。でも、軽減だけにしとこう。軽減だけでいいや。よし。はい、耐えてね。よーし。で、チャコール使って、ちょっとあかん。これ、サギリ使おう。サギリ使おう。サギリ使って、回復 L 決めて、軽減倍率上げて、え、回復の L って、組めば組むほど上がるんとか、そういうシステムだったっけ。とりあえずいっぱい組んでみたけど。OK。これ、耐えれるよね？よし。最後、夜さん。行きましょうか。緊張すんなぁ。ちょっと待ってね。はい。縦で組んじゃおうか。よし。いけ！よし！ライジンさん、よっしゃー、ゲット、初ゲット。はい、魔法石受け取りに行きましょう。いやー、全然歯が立たなかったんやけど、まあ、パズルミスも途中ちょっとぐだっちゃったんですけど、いけますね。いやー、この調子で6月クエストダンジョン28日じゃないか、今日。あと、2日？ 3 日？明日3日か。3日しかないから、ちょっとこの調子で頑張って、はい、ちょっとクリアしていきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。もしよければじゃなくて、もう、どなたかの参考になれば、幸いでございます。パズルベタでも、なんとかなります。
ただしこれ闇属性で縛ってるからどなたの参考にもならんと思うけど。それでは、ここら辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもお疲れ様でございました。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではお相手は私ゆうでございました。